今日もですね、阪急メンズ東京さんにお邪魔してまして、今日は、ローファースリッポンのちょっと話をいろいろ伺っていきたいという感じでございます、はい、で早速なんですけど、どうですかね、最近のローファー事情みたいなところって何かあったりしますか、はい、トレンドというかそういうところ。そうですね、もうローファーがやはり今もう非常にこう定番的なモデルとして受け入れられていて、はいはい、昔はこう春夏シーズン履く靴ですよねっていうような印象が強かったんですけど、もう今はこう年間履ける靴っていう風に定着をしていて、まあ、脱ぎ履きのしやすさだったりとか、まあ、程よいカジュアル感もあるので、こうデニムにも合わせやすいとか、そういったポイントでこうオンオフ両用で使えるようなシューズとしても選ばれているっていうのが、まあ、あの今までのローファーの流れだったんですけど、まあ、最近はやっぱりこうオフィスカジュアルのこう広まりであったりとか、ビジネスシーンのカジュアル化もそうですし、まあ、そういったこうコーディネートに対する考え方が変わってきているところもあるので、まあ、皆さんウェアを選ぶ時でも少しこう軽めの着心地のものだったりとか、ちょっとこうリラックスシルエットだったりとか、そうですね、ゆったりしたのも増えますよね。そうですね、はい、まあ、そういった服を選ばれる方も多いので、はい、あのそんな方にはやっぱりこう今までこう定番的にあったようなローファーっていうよりは少しこう履き心地の柔らかいような、スリッポンとかもたくさんありますので、まあ、そういったところがあのおすすめできるものなのかなっていうふうに今思ってますね、なるほど。これが、バーウィックのコインローファー、いわゆる本当に定番的なものですね、はい、ですね、はい、あのスタイルとしてはこうラウンドが強い木型になっていて、はい、いわゆるこうノーズもそんなに長くないような、普遍的なスタイルとして、これがやっぱり昔からあるコインローファーっていうデザインになってますので、はい、やはり今あの皆様こういったシューズをお求めになる方が非常に多い靴にはなってますね、はいはいはい、まあ、あの定番っていう言葉の通り、まあ、合わせやすさもあるし、はい、あの間違いないですよね、こういうコインローファーっていうのは、はい、うん、でこれがまあ定番としてあるモデルなんですけど、はい、今のトレンドとしてちょっとご紹介したいのは、はい、こういったモデルなんですけど、はい、まあ、これちょっとデザインがこう変わってるデザインで、うん、ダブルモンクのデザインを落とし込んだスリッポンになっているんですけど、そうですね、はい、まあ、今の時代におすすめできるポイントとしては、やはりこうマッケで作られているシューズで、はい、まあ、非常にこう屈曲性に優れていて、はい、グッドイヤーと比べてこう軽いっていうような、特徴があるんですけど、はい、まあ、こういったシューズっていうのはやはり少しデザイン的にもスマートなイメージになって、うん、ボリューム感が少し落ちてくるので、確かに確かに、はい、なのでまあビジネスシーンで言うと、こうちょっと細身のスラックスであったりとかにさらっとポロシャツ羽織っていただくようなイメージとか、そんな感じでも合わせていただけますし、はい、まあ、特にこの季節ですと、あのシューズインソックスを、うん、あの合わせて、あの軽やかに履かれるっていうような履き方もできるので、はい、特に今みたいな暑い季節とかはこういったシューズおすすめできるかなというところですね。そうですね、その足首を出して、はい、そうですね、履くっていう感じですね、はい、ありがとうございます。こういうちょっと変わったグレーっぽいスエードもあり、はい、そうですね、はい、でこれマッケーってことなんですけど、やっぱり底回りがすごくこう薄くなるので、はいはい、さっきのグッドイヤーの靴と比べるとやっぱりこう見た目的にも軽さがありますよね。そうですね、はい、はい、でこれはライニングはありで、あるタイプですね、はい、割とこうあのしっかりしているけれども見た目的にも履き心地も軽いっていう感じですね、はいはい、色味も素敵かなと思います、はいはい、ありがとうございます、はい、で実はバーウィックなんですけど、はい、7月の26日から、はい、あの普段よりあのバリエーションを豊富にご用意するモアバリエーションフェアをちょっと開催予定にしてまして、はい、でその時にご用意するシューズをあのちょっとご用意してるんですけど、あ、この辺りがそうなんですね。そうです、そうです、はい、でここはもともとやってるんですけど、はい、こっちにご用意してるのが、なるほど、はい、その時限定でご用意するシューズになっていて、はい、じゃあちょっとお借りしますね、はい、これもマッケー。そうですね、ですね、で今映っているシューズがマッケーなんですけど、先ほどと比べると、はい、アッパーがライニングなしになっている、はい、アンラインの仕様ですね、はい、柔らかい、はい、になっているので、先ほどのシューズよりも非常に履き心地がソフトになってますね、うんうん、納得です、はい、なので、まあ、長時間歩くとかっていう履き方は少し適さないシューズにはなるんですけれども、はい、まあ、オフィスワークであったりとか、はい、近場の、外出なんかの時は非常に快適に履いていただけるローファーになります、ね、そうですよね、まあ、ちょっとサクッと履くにはすごくいいローファーですよね。そうですね、こういうの、はいはい、本当にストレスフリーといいますか、はいはい、履き心地ですね、はい、納得です。でこちらのアンライニングっていうのは、はい、まあ、非常にこう足当たりが柔らかいので、うん、あの履き心地がリラックスできるっていうところも利点なんですけど、はい、まあ、ローファーっていうのはやはりこう紐がついていないので、うん、サイズ調整ができない分、やはりこう前足部を中心に結構こうフィッティングがタイトに作られているモデルが多いんですけど、まあ、そうですね、確かに確かに、やはりこういったアンライニングですと、はい、足幅にお悩みのある方
中にも非常におすすめできるものかなと思ってます。はいはいはい、圧迫感がすごくある靴じゃないですから。そうですね、うん、伸びるし。そうですね、それはいいご提案、はい、確かに、はい、ありがとうございます。こんなモデルもモア張りで、はいはい、展開されるということですけど、ね、こちらはライニングありのモデルにはなるんですけれども、はいはい、素材がスウェードですので、はい、まあ、一般的なスムースよりはスウェードの方が足なじみが柔らかくて、うん、はい、後のなじみ感も出てきますので、はい、非常にこちらもソフトな履き心地が楽しんでいただける一足になってます。そうですね、なんか見た目、はい、なんだろう、ライニングあるのに、はい、すごくしっかり固く作ってるっていう感じではなくて、やっぱりマッケーなのもあるのか、はいはい、見た目的にもこう触り心地も柔らかいっていう感じですね。そうですね、はい、もう今の季節軽く履きたいっていう方にはおすすめできる。いや、確かに、ありがとうございました。はい、で次がこちらの GH バスですね。はい、GH バスですね、はいはい、あの定番のモデルあるなっていう感じがしますけれども。そうですね、もうローファーといえばというモデル、うん、ブランドの一つですし、そうですね、まあ、昔から知ってる方もいらっしゃるんで、あ、懐かしいななんて思う方もいらっしゃるのかなと、はい、思うブランドなんですけど、はい、まあ、定番的なデザインで、はい、お借りします、こういった、はい、黒のね、はいはい、コインローファーですね。はい、まあ、バスは普通のレザーにこうちょっとコーティングがしてあるような素材なので、うん、初め少し硬さはあるんですけれども、はい、その分こうメンテナンスが楽っていうような、メリットもありますし、はいはいはい、まあ、ガシガシ履けるっていうようなローファーかなっていうところがありますね。そうですね、まあ、形もやっぱり、はい、よく見るバスの、まあ、デザインバランスというか、そうですね、この靴だなっていう感じですよね。はい、そうですね、はい、でもなんかこうしっかりしてる感じありますよね。そうですね、うん、結構こう履き心地もがっしりしているんで、うんうんうん、なのでまあ長く愛用できる一足かなと思いますね。はい、納得です、はい、ありがとうございます。可愛、はい、らしい色のコンビのローファーなんかもあったりしますね、はい、これはビーフロールっていうか。そうですね、さっきとちょっとモデルは別になるんですけど、はい、まあ、いわゆるこうアメリカンテイストのローファーっていう感じですかね、はいはい、そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、で隣がパラブーツなんで、はい、こちらもぜひお願いしたいんですけど、はい、パラブーツご紹介したいローファーこちらですね。はいはいはい、まあ、パラブーツ昔からこういう軽い履き心地のローファーはラインナップとしてあったんですけれども、はい、まあ、そこが実は少しアップデートされているところもあって、はい、そのモデルでいうとソールですね、はい、はい、ソールがちょっとこういわゆるこうタンクソールに近いような、そうですね、はい、ややボリューム感のあるソールになってるんですね、はい、なのでその厚みがこう歩いてる時のこうクッション性であったりとかっていうところに優れている部分もあるんですけど、はいはい、アッパー自体はアンライニングの仕様になってますので非常に足なじみがいいというようなスタイルですね、はい、なので意外とこう待ち履きだったりとか、はい、旅行先でなんてところでもこう活躍してくれる一足かなと思っておすすめしてます。納得です。確かに旅行先とか良さそうですね、はい、そうですね、こういうのあるんだ。はい、これアンライニングなんですね。アンライニングですね。ちょっとオイルドレザー感のある革なんですかね。はい、そうですね、はい、ちょっとしっかりしてる感じが、はい、なので割とこう水にも強いっていうのはね、うん、パラブーツそういった特性が非常に、うんうん、そっかそっか、はい、強い、はい、ブランドですし、はい、失礼しました、パラブーツでした、はい、そうだそうだ。で、さらにこういうデッキシューズもご用意いただいてるんですね、はい、そうですね、もともとパラブーツの中でも定番的なモデルとしてデッキシューズラインナップがあるんですけど、はい、まあ、それの、ブラックのカラーっていうところで、はい、非常に人気があるモデルなんですけど、はい、先ほどご紹介したローファーとはちょっと違って、はい、いわゆるこうボートソールといいますか、海辺でもこう安心してこうグリップしてくれるようなソールがついているモデルになっていて、はい、比較的いろんなシーンで履いていただきやすい、スリッポンになります。なるほど、まあ、一応紐ついてますけど、はい、だいぶこう履き口も広くて、そうですね、カジュアルな、まあ、ローファーとかスリッポンに近いポジションではありますよね、はい、そうですね、はいはい、という感じですね、はい、実はパラブーツなんですけど、はい、先ほどのバーベキューと同様で、はい、7月の26日から、はい、こちらもモアバリエーションという形で、はい、こういった軽い履き心地のシューズ、いつもよりバリエーション豊富にご用意する予定ですね。ありがとうございます。じゃあここにあるもの以外にもまた追加されるという感じですね。そうですね、はい、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、でこちらは、はい、こちらが、チェントフェリーナというブランドで、もともとはドレスシューズを作っているブランドなんですけども、はい、まあ、そこから少しこうカジュアルなシリーズっていうのが結構今出てきていて、まあ、こういった今、上段にあるようなスリッポンとか非常に、はい、人気のあるモデルなんですけど、はい、特に今回ご紹介したのはこちらです。はい、お借りしますね、はいはい、へー、アッパーのデザインは非常にベーシックなコインローファーなんですけど、はい、ディティール自体はアンラインになっていて、非常に履き心地が柔らかいもの
で、かつポイントが実はソールですね、はい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 、いわゆるこうスニーカーソールのような、形のラバーソールがついていて、まあ、あのレザーソールとかと比べると非常にクッション性に優れていたりとか、うん、曲性もいいので、まあ、全体的にあの今回ご紹介した中でも非常に柔らかい履き心地の一足になってますね、はい、今こういうスニーカーソールのものって結構多いんですか？そうですね、少しずつドレスブランドでも提案が増えてきているところもありますし、はいはいはい、やっぱりこうビジネスシーンもやはりカジュアル化が進んできているところがありますので、はいはい、まあ、こういったあの比較的アッパーはきれいめだけれども履き心地が柔らかかったり、うん、少しカジュアル感が出しやすいシューズっていうものは人気が上がってきていますね。まあ、確かになんかよく見る気がしますね、はい、うんうんうん、なんで、まあ、あの最近 の、 あのオンオフ両方履ける方がっていうようなご要望にもお答えしやすいシューズかなというところですね。納得です、はい、まあ、パッと見ちょっと綺麗なんだけれども、はい、まあ、履き心地とかは柔らかくっていう感じですね。そうですね、はいはい、ありがとうございます。ジェントフェリーナ、はい、次がマグナーニですね。はい、そうですね、はい、でマグナーニももともとはドレスシューズのブランドですけれども、ね、はい、まあ、今ここにあるように非常にこうカジュアルなラインもあの人気がありますので、結構多いですね。そうなんですよ、びっくりした、まあ、はいはい、スニーカーからこういったローファーまでっていう形で、はい、まあ、幅広くラインナップしてるんですけど、はい、まあ、ご紹介していきたいのが特にこの上段のあたりですね、はい、で今回ご紹介したマグナーニの新作としてはこちらなんですけど、はい、まあ、こちらもアンラインの、スリッポンになっていて、うん、アッパーの履き心地は非常に足当たりが柔らかい、はいはい、でかつ、まあ、ソールがある程度こうレザーの、ソールになってますので、はい、比較的きれいめに履いていただきやすい、一足になってますね。そうですね、はい、納得です、はい、ネイビーもありますということですね。そうですね、うん、どっちも綺麗ですね、はい、であとはあの非常に人気いただいているのがここの段なんですけど、はいはい、マグナーニフレックスというシリーズですね、はいはい、以前もご紹介したんですけど、はい、やはり屈曲性に非常に優れていて、で前足部分にクッションも入ってますので、はい、もう足を入れた瞬間にもうこの靴楽だなって分かっていただける一足なので、もうこれはもう履き心地最高です、ね、確かにこれはあの、まあ、スニーカーソールじゃないけれどもこう、はい、ラバーのソールなんですね。そうですね、はい、へー、あのめちゃめちゃ柔らかいです。そうですね、はい、やっぱりマグナーニらしいこう綺麗なフォルムも、うん、維持されているシューズですので、はい、まあ、非常に綺麗なスタイリングに合わせていただけるリラックス感のあるシューズっていうところであの非常におすすめしていますね。いや納得です、はい、綺麗ですね、はい、これなんかちょっと面白いですね。そうですね、カラーリングがちょっとムラ感のあるカラーリングになってますね。ちょっと染めてるのかもしれないですね、この辺、はい、そうですね、ステッチはなくてちょっとこうポコって、はい、浮き上がってるような、なんでそういうちょっと細かいディティールのところにこうマグナーニの、はい、デザイン性の高さだったりとか技術力だったりとか、うん、そんなところが垣間見える一足かな。いや確かにすごく分かりやすいご説明ありがとうございます。あとこうタッセルの、はいはい、これもあれですかね、仕様は一緒なんですかね。そうですね、フレックスのシリーズですね、はい、あここにフレックスって書いてあるんで分かりやすいですね、はい、そうですね、はい、フレックスのシリーズ非常にバリエーション豊富なので。いや確かに確かに、はい、なのでお好みのカラーだったりデザインだったりはあの幅広く選んでいただけるものになりますね。得です。これはタッセルのちょっとこう編み紐になってるみたいな。そうですね、はい、ちょっと印象的で面白いですね。はい、ありがとうございました、はい、で次がチーニーですね。はい、そうですね、でチーニーはローファーの定番としては、はい、まあ、この辺りですかね。はい、お借りします、はい、ハドソンとか、はい、ハリーとか、はいはい、あのそういったまあ昔からチーニーの定番のスリッポンとして あるモデルですね、はい、コインローファーとタッセルなんですけど、まあここがあのいわゆるこう普遍的なスタイルとして楽しんでいただけるモデルになるんですが、はい、そうですね、はい、まあ、今おすすめしているのがこちらですね。はいはいはい、はい、ありがとうございます。こちらがチーニー あの新作のモデルになってまして、はい、であのいわゆるチーニーってこうグッドイヤーの、 あのしっかりしたドレスシューズブランドっていうイメージが強いと思うんですけど、そうですね、はい、こちらも実はアンラインドで作っているものになっていて、はい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 、非常に履き心地が柔らかい一足になってるんですね、うん、はい、なので今までのこうチーニーのイメージをこう覆すような一足なんですけど、はいはい、でまあ、非常にこうつま先もシャープになっていて、うん、ラウンドなんですけどスマートに履いていただきやすいシューズになっているので、はい、とかこうちょっときれいめなスラックスとかに合わせていただいてもあの使いやすい一足かなというところで、そうですね、はい、なんかこう小葉すごい綺麗に磨かれてて、そうですね、あのいいですね、綺麗ですね、はい、なんかバランスも結構前寄りで今っぽい感じがします。非常に発色も綺麗なので、いや確かに確かに、はい、これはブラウンかな、それねグリーン、グリーンですよね、はい、そうですよね、はい、
へえ、ちょっと珍しいお色のモデルもあったりします。はい、最近ちょっと季節柄もあって、はい、やや明るい色が欲しいっていうお客様もいらっしゃいますので、はい、今回あえてこうブラックだったりブラウンだったりご用意せずに、あ、まあ、ブルーとグリーンの2色で、へー、はい、ご用意しているというのもそういったご提案で考えてます。いや、面白い、ありがとうございました。はい、っていうのがチーニの、はい、ちょっと今っぽいやつですね。そうですね、はいはい、最後がジョンロブですね。はい、そうですね、はい、これまた面白いですね。面白いデザインですよね、はい。まあ、ジョンロブといえばこうロペスっていうような定番のコインローファーありますけれども、はい、最近ジョンロブは新しいモデルの開発非常に活発なブランドになっていて、はい、まあ、こういった面白いデザインも毎シーズンコレクションとして出てきているっていうようなところになってますね。はいはいはい、はい、まあ、これはバスっていうモデルなんですけど、はい、まあ、こちらも素材がこう、アッパーの素材がアンライニングになっていて、はい、まあ、非常に滑らかな素材が作られ使われているので、うん、足当たりも非常に柔らかいですし、はい、なんといってもやっぱりこのデザイン性の高さですかね。本当ですよね、はい、他のブランドにはない特徴はやはりそこかなというところですね。いや、面白、はいはいはい、やはりこう周り、モカ周りですね、そのあたりのこう縫い方は、うん、やはりこの技術力の高さがなす技だなというところが印象的ですね。はい、確かに、はい、なんかコインローファーのようなサドルなんだけれども、はいはい、このモカと同じような設置で、そうなんですよ、別のパーツで塗ってあるっていう感じなんですね、はい、そうです、こういうことするような、かっこいいですよね。いや、面白いですね、めちゃめちゃ素敵、はい、まあ、ちょっとこう、はい、珍しいお色味の、そうですね、はい、3色っていう感じですね、はいはい、でこちらもジョンロブですが、はい、そうですね、はい、ちょっとご紹介したいモデルはこれになるんですけど、はい、ありがとうございます、はい、はいはいはい、こちらヘンドラっていうモデルで、はい、先ほどご紹介したバスと同じようにこうアンライニングの非常に柔らかいモデルになってるんですけど、そうですね、デザインは比較的こうベーシックなコインローファーのデザインになってますので、うん、はい、まあ、非常にスタイルとしてはこう取り入れやすいようなモデルになってますね、はい、そうですね、ここ、はい、サドルと履き口の周り、あとかかとが表側で、はいはい、そうですね、あとスウェードっていうちょっと面白い仕様ですよね、はい、実は、あ、ソールもまた仕上げがこれ、はい、ツヤのないこうアッパーと同じような色味の、そうですね、レザーのソール、いや、おしゃれ、はい、ありがとうございます、はい、白、こっちも、あ、これはナチュラルなんだ、こんな綺麗にソール仕上げるんだ、はい、カラーバリエーションがやっぱり非常に豊富なので、はい、スタイリングに合わせて選んでいただける楽しみもありますし、いや、本当ですよね、はい、いや、いいですよね、こういうの、はい、素敵、ソールも綺麗ですよ、はい、ありがとうございます、はい、いや、めちゃめちゃ素敵、ありがとうございました、はい、やっぱり宮武さんは毎度そうなんですけど、はい、こうお洋服の話とかも絡めてお話してくださるので、はい、めちゃめちゃ分かりやすいし、よかったな勉強になりますし、あとやっぱりその実際どうでしょう、今人気のあるものとかっていうのも、はい、実際売り場のこうあれからね、はい、ご説明してくださるんで、はい、めちゃめちゃ今回も楽しかったです、勉強になりました、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、まあ、先ほどもちょっとご紹介しましたけれども、はい、バーウィックとか、はい、パラブーツに関しては7月の26日から、はい、モアバリエーションのイベントをご用意してますので、ぜひちょっと気になる方は店頭に見に来ていただいて、はい、足入れしていただけたらなと思いますし、そうですね、足入れしないと分かんないですかね、そうですね、はい、でまあ、今日ご紹介した以外にもスリポンたくさんご用意してるんで、はい、きっと足に合うスタイルに合う一足ご用意できると思うんで、お探しの方はぜひ遊びに来ていただきたいななんていうふうに思ってますので、はい、撮影してないものもまだまだありました、はい、はい、そうですね、ぜひよろしくお願いします、はい、はい、でちょっと、ご紹介なんですけど、はい、実は阪急メンズ東京の5階のシューズフロアの、インスタグラムが実は今年から、始まりまして、はい、はい、すいません、知らん、そう、今年からなんですね、そうなんですよ、はい、今年の3月から実は始まってまして、はいはい、今絶賛、いろんな、情報を公開してますので、はい、シューズ気になる方はぜひ見ていただきたいので、はい、これ概要欄に載るんですか、ね、概要欄に載せておきます、はい、すいません、はい、僕もすいません、さっき聞いたのでフォローしちゃんと恐れ入ります、はい、なんでちょっと概要欄の方から確認していただけたらなと思いますし、はい、であとは、まあ、阪急メンズ東京ではこうアプリであったりとか、うん、あとはもう5階シューズフロアの LINE であったりとか、はい、そういった SNS ツールご用意してますし、そちらでも随時情報の発信であったりとかお問い合わせのご対応してますので、はい、何かお困りごとご質問あれば、はい、何でもいいのでご連絡いただけたら嬉しいです、ご丁寧にありがとうございます、はい、
で、実はですね、はい、誤解なんですけれども、はい、これまでシューズしか、展開がなかったんですけど、うんうんうん、あの実はウェアのセレクトショップも、実はご用意をしていまして、あちらですね、はいはい、であのシューズと合わせて、スラックスであったりとか、はい、トップスコーディネートを楽しんでいただけるように売り場をご用意してますので、はい、ぜひそちらも合わせてご覧いただければ嬉しいなと思います。今日もありがとうございました。はい、こちらこそ、はい、ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、失礼します。ありがとうございます。